さて、パート3となりましたが、このパートではこんなお話を、夏に読む長文どんな題材がいいのかっていうお話ですね。そうですね。なんですが、これはまあレベルにもよりけりですけど、まず過去問は早いですよね。どうでしょう。いやでもね、過去問もとりあえず少しはやった方がいい。で、僕は、まあ、過去問に関してはまたね、あの回を改めて話したいと思うんですが、でもね、夏の勉強を本当に始める前に1年分でいいから過去問やってほしいっていうのは、やっぱり過去問やることによって自分がその志望校に受かるために必要なものって見えると思うんですけど、それが何も見えない状態で夏の勉強をやっちゃうと、その夏休みの勉強全体が的外れになってしまう可能性がある。なので、まあ、とにかく夏の勉強を本格的に始める前に1年分でいいから過去問をやってほしいなと。これは別に英語に限らないと思うんですけど、ね、そうですね、はい。で、長文の題材は何だろう、僕すごいこれも特にやっぱ英語苦手な人ほど意識してほしいのが、あの難しい長文を読みすぎないっていうことでしょうかね。やっぱりこの何だろう、もちろん自分の力をつけていくという上では難しいものに当たるのはすごい大事じゃないですか。でもやっぱりなんだ、やっぱりこう文法とかの授業で学んだことがちゃんと、あ、使えてる、できてるっていう実感をやっぱり持ってほしいし、やっぱ実際こう使ってほしいし、だったら今の自分のレベルでちょうどいいか、それこそちょっと優しいかぐらいの長文もだけじゃダメですけどね。そうですね。もう交えて、優しいもの、ちょいムズのものっていうのをこう交えてやっていくと、ちょっと難しいのでへこんでも優しい方へ復活っていう、なんかうまくこうバランス取った勉強できると思うんですよ。そうですね。例えばその語彙のレベルなんですけど、どれぐらい、なんていうかな、知らない単語がどれぐらい出るかっていうのが、まあ、一つの目安だと思うんですけど、僕は自分の経験で言うと、例えば1行に1個とか2行に1個とか知らない単語があったら、まあ、相当読みづらいですよね。だから、まあ、せいぜい1段落に1個とか、まあ、5行10行に1個とか、そのぐらいじゃないとちょっと自分で勉強するにはきついかなって感じで、それぐらいが、まあ、いわゆる自分にとって、まあ、若干優しいっていうレベルですよね。そうですよね。そういう、でもあの優しめの長文ってなかなか手に入りにくいというか、まあ、そういう優しい問題集もあることはあるんですけど、そうね、三浦先生の、ね、問題集があるじゃないですか。全レベルも、あ、なんで今日持ってないんですか。あ、いや、ちょっと宣伝臭くなっちゃうかな。いや、全然ありですね。まあでも、ね、持ってきましょうかよ、今まあいいや、でもね、僕が思うのは結構いいなと思うのはセンター試験の過去問なんですよ。僕もそうなんですよ、実は。あれやっぱりセンターの過去問は、本当よくできてますよね。そう、変な余計な単語が入ってない。そうなんですよ。だセンター模試って作りづらいんですよね。本当大変ですよね。そうですね。で、できればセンターの過去問もすごく古いやつやってほしいんですよ。あ、はいはいはい、2000年前後、まあ、そういうことでもこれ見てる皆さんが生まれる頃ですよね。その辺のなんか年代の過去問で、昔の第6問って物語文だったじゃないですか。で、今センター物語文復活して結構あれ苦手って人多いですよね。でも昔の物語文結構面白いの多くて、ね、いいですよね。結構気楽に読めるし、そうですね、そう、おすすめですね、センターを。そうなんですね。だから、で、あのセンター試験の過去問集、まあ、いろんなとこ出てますけども、他の過去問よりもなんか解説が詳しいですよね。あ、はいはい、そうですね。単語とかもリストアップされてて、だからなんかあの中途半端な問題集やるんだったら、そっちの方がクオリティが高い感じもするんで、すごいいいなと思うんですね。で、やっぱりなんだろう、センターの3、4、5、6ってあれやっぱりすごくバランスいい読解力がつきますよね。そうですね。で、やっぱり第3番なんかやっぱりもうあそこで求められる力って、 もろこう国公立二次や難関私立の本当こう論理把握に思いっきりつながってきますもんね。そうですね。本当いい入門の問題集ですよね。そうですね。だから本当に、まあ、古い過去問も、まあ、もちろん今とは形式が違うので、センター対策としてはそんなに意味ないかもしれないけど、まあ、読解の基礎力をつける力としてはめちゃくちゃいいですよね。そうですね。やっぱ読解の問題集って自分で選びづらいですよね。やっぱりなんか結構いろいろね、ね、まあね、今ネット社会ですからね、ネット見たらいろんな評価も見えちゃって、そうですね、見えてしまって逆に選びづらいところもありますから、やっぱりそう困ったらセンターとか、そうですね、それはありますよね。一番癖がないです。いいですね。並べ替えマップあれ、日本語なくていいですよね。そうですね。そう思いますね。
てのあたりで5分なので、はい、じゃあ、ここまでは何の話でしたっけ、ここまでは、まあ、長文の素材ですね。長文の素材の話をしました。センターの話、はい、長文の題材の話をしました。じゃあここで終わりにします。また。